今のところちょっとポップなワクワクさんみたいになってる。ゴロリ呼んだ方がいいですか。大丈夫ですね。大丈夫、ゴロリ不要なんで。あ、本当、このワクワクさんは。それはコーラ、コーラだね。こういう感じですね。うん、コーラじゃないですけど。え、コーラじゃなかった。コーラじゃないんですよ。コーラのキャップだったよ。違う、あ、会社はコーラかな。なんか体、あ、やっぱ体健やかちゃダブルのやつじゃないと、はい、ダメなんだ。ダメではないです。ダメではない、はい。たまたまお家にあった飲み切ったペットボトルこれだったんで持ってきただけです。これでいけんじゃないかな。これでいけるんじゃないかな。まあ、はい、もうちょっと説明してくれてありがたい。ちょっとここ見るところから行きましょうか。寡黙なワクワクさんだからさ、今の。は、完全に作業してました。こちらですね。生垣のところにですね、はいはいはい、小型スズメバチの、初期の巣です。これ、女王蜂が一匹で作ってる初期の巣です。はい。大人のちょうど太ももあたりの高さにあるんですね。はいはいはい、でこれを、まあ、これにスポット、うん、あの口を入れて、はは、はいはい、あのスズメバチ出てきても大丈夫かなっていうようにしたいと。なるほど。はい、という感じです。でもその後どうするっていう話がねありますよね。そこは考えてないんですか、その後は。今思ったけど、その後どうしようかなって。入れたはいいけどね、その後どうしようとは思ってます。はい、まあどうにかなるでしょう。今の音はヤマトのトラックです。それは言わなくていいです。気になると思って見てる人が、高さ的に、あ、はいはい、あ、ここなんですよ、ね、はははは、ここ、あ、腰のあたりでしたね、うん、あ、ここね、さっき太ももあたりって言ってたから、うん、そうですね。そしたらちょっと切っていきましょう。許可をいただいたので、あ、はいはい、ワクワクさんから今庭師に変わりましたけども。おお、出てきた、はい、出てきました。もうこうなったらな、マジでいっちゃう。もうこうなったらですね、やり方変えよう。やり方変える前に一回動画撮ろう。すごい男だよ本当に。やっぱこんな近づいても、お、いた、こっちに。あ、それはね、アシナガバチです。そう、ベッキーなよ。めっちゃビビったじゃん。じゃあもう、出てきちゃってるんで、はい、こいつ意味がないです。はいはいはい、はい、ということで、こいつで、はい、挟んで、はい、捕まえます。前と同じだ。はい、ということで、うんうん、ちょっと近くで取れる、こっちから取ると見えますか、はい、見えるよね、はい、いますね。一匹であることを願ってゆっくり行きましょうかね。ゆっくり一回止まってくれ。中入っちゃう。どこ行った？はいはいはい。結局網で、第3弾網で。間違いないですね。ね、なかなか計画通りにいかないですね。あ、ちょっと、あとテレビ番組だったら、ちょっとテレビ番組だったらもう今爪が甘いよマジで。これ乗せる。そう、
ちょっと安全第一でお願いします。視聴者もいます。炎上しかねないですか。こんな危ないことやってるんですか。そう、はいはいはい、なんとか捕獲したわ。後ろが白いとピント合うんじゃないですか。すごいやっぱ飛び回ってるね。うん、元気ですね。で、はい、でまだ安心できない。はいはい、まだいるかもしれないってことですね。多分大丈夫だと思うんですけど、どうなってんだこれ。こっち？これ？あ、これだ。もう出てこないかな、この感じ。あとどこが繋がってるのかわかんない。これか。すごいな。よいしょ。はいはい。真っ黒。確かにね。確かに色。ね。乾くと白っぽくなるはずなんですけど。うんうん。なんか出来たてなんだな。ほぼ土みたいな。そう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 。こんな色のやつ久しぶりに見た。巣までワクワクし始めた。ちょっとちっちゃい幼虫見えますね。はいはいはい、これですね、はい、ご視聴ありがとうございました。